今日こちらに、お邪魔しようかなと思います。さあ戻ってきました。はい、というわけで今日関橋に来ました。久々ですね。でもちょっとね、久々のお店に行こうかなと思います。ちょっと道順だけね、これが西遊園です。今日こちらに、お邪魔しようかなと思います。よし、さあ戻ってきました。はい、よく来られるんですか？結構来てます。あ、もうこの辺なんですか、お家？車で10分くらいです。あー、なるほどね。すごいですね。なんかめちゃめちゃ懐かしいですね。なんか前来たの半年以上前ですよ。もう何たつでしょ。もう何たつでしょ。ですよね。覚えてくれてんのかなって覚えてる一応電話してでも忙しそうだったんで、なんかあ、やばかったかなって今の時間が一番暇ぐらい。ともってきたんですよ、この時間。いや、なんか12時とか来たらちょっと迷惑かなと思って、ちょっと落ち着いた、めちゃめちゃ暑い時間帯にお元気そうでよかったですね。ついでにおでんってもらってるんですか？はい、食べました。おでんお願いします。卵ってありますかね？煮卵あります。お願いします。あと、牛串みたいなのありますか？いや、いいよ。ありがとうございます。めっちゃ味が染み込んで懐かしい味。Thank you.
なしに行きます。ありがとうございました。よし。あ、こっちか。とにかくしゃくしゃになって。はい。で、まあ、できたわけです。まあ、この通りになんでねあるかっていうと、まあね、国道30号線がね混雑した時にこの道が抜け道になるっていうことなのと、まあ、お店のね先代の方がこの辺で、お店やってたので、まあ、その関係で、まあ、このとこにあるということです。結構ね考えてみたら道結構広いですもんね。あれ、こうか。結構広いですよね。はい。というわけで、お腹がめちゃめちゃいっぱいです。あ、美味しかった。というわけで、ありがとうございました。
ピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。